州東軍はアメリカ合衆国モンタナ州の中央北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5813人であり、2000年の5970人から2.6%減少した。軍庁所在地はフォートベントン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。 1865年に、モンタナ準州最初の旧軍の一つとして設立され、軍名は後にベントン砦となった、交易基地を設立した毛川交易業者、ピエール州東ジュニアにちなんで名付けられた。フォートベントンは昔、ミズーリ川の重要な港だった。軍内には、ロッキーボーインディアン居留地があり、チッペはクリー族インディアンが住んでいる。 また、ルイスクラーク国立の森の一部もある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3997平方マイルであり、このうち陸地は3973平方マイル、水域は24平方マイルで、水域率は0.59%である。州東軍は昔、モンタナ巡州で、最大、アメリカ合衆国で、 第2位の大きさの軍だった。20世紀初期でもその面積は15,439平方マイルだった。しかし、軍内の一部は、軍庁所在地のフォートベントンから250マイル以上も離れていたので、1909年に軍を分割することが合意された。1910年から1930年の間に人口も半減した。 土地の大半はプレーリーである。ベアポー山脈が東部にそびえ、リトルロッキーズとハイウッド山脈が南部にある。主要河川としては、ティトン川、マリアス川、ミズーリ川及びアロー川がある。州東軍はモンタナ州で最大の冬小麦生産地である。ゴールデントラヤングルと呼ばれる地域の中心部にあり、毎年モンタナ州の小麦生産量の 約45%を生産している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フォートベントンにある州東軍庁舎。ありがとうございます。